はい、こんにちは、ちせせです。それでは今回はこちらモンハンのレザーグッズ開封していきたいと思います。イエイ。こちらはサマンサタバサのキングスっていうブランドがありまして、そことモンハンがコラボした商品です。過去もね、結構モンハンとキングスさんはコラボしてまして、私もね、リオレウスモデルの名刺入れとか持ってました。でね、今回なんとキングスさんから5点もいただいちゃいました。本当にありがとうございます。普通にライブでも買おうと思うみたいな話してたんで、いや、まさかまさかです。いや、嬉しい。ということで早速開封します。じゃあまずこの一番小さい小箱からいきます。ででーん、なんだろう。これはキーケースですね。で、なんかこんな感じ。見て見て、ここにマガイマガドのアイコンがある。切れる場所は上に4つあって、あとこれで押さえることができます。で、ここでパチンと止めて、で、裏面がですね、開けられるみたいです。これはコインケースみたいなのに使えるから、ここに小銭とかパッと入れていくと、もううっかり財布忘れても大丈夫ですよね。いや、これはいいな。私今ポケモンのボールチェーンで鍵やってるんで、全部これに入れ替えます。これでも、これパッと見モンハンってわかんないですね。いや、全然デザイン的にもシックだし、社会人の人が持っても全然恥ずかしくない感じだって。これ開けないとわかんないもんね。うわー、これはいいのでは。魔界マガドデザインなので、紫の中に魔界マガド的な黄色の色味が入ってますね。いや、これはかなりシックで、うん、使いやすそう。キーケースでした。じゃ次が2番目に小さい箱いきます。ででーん、これはディアブロスアッシュだね。パッと見ただけで分かった。見てください、これ分かります？これ完全にディアブロスアッシュの尻尾ですよね。ほら、これ裏もこんな感じ。背骨かもしれない。でもこうディアブロスの独特のデザインがきっちりと表現されてます。お財布の中身がこんな感じ。カードも何点か入れられて、ここにもちょっと入れられそうですね。で、お札のところがもう本当に至ってシンプルなデザインになってます。あ、小銭入れ結構多いかも。たくさん入る。いや、これはね、普通に黒だからめちゃめちゃ使いやすそう。こういったコラボ商品って結構ね、使ってると傷んだりしがちなんですけど、やっぱりレザー商品なんで、まあ、長く使えるんじゃないかなと思います。続いてがこちら。ででーん、これはなんだ。あ、これもディアブロスアッシュだ。やっぱね、お財布とかはね、黒が定番なんですよね。たまに冒険して白とか持ったんですけど、すぐ汚れたりとかおっ、あ、これいい。見て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 、ほら、ディアブロスアッシュ。こういうアイコンがあるとテンション上がるタイプなんで嬉しいな。カードがめちゃめちゃ入るね。めちゃめちゃ入るね。何でも入るね。これ領収書入れ放題じゃん。めっちゃ膨らんじゃいそう私ここがですね、ここも結構広いんだよね。何でも入っちゃいそう。ここにポケットが2つあるので、まあ、ここに大切なカードとか入れていただいて、で、ここにお札を入れる。で、ここにもね、まだ入るんですよ。ここお札入れて、ここなんだろう、領収書。何でも入っちゃうじゃんこれね本当にパンパンにしようと思ったらパンパンにできそうな感じですね。小銭入れもがっつり入る感じ。ここの部分もちゃんときっちりディアブロスなんですよね。やっぱりね、これレザー商品だから触り心地もすごいいいし、高級感がある。モンハンのコラボ商品ってだいたい高額なんですよね。なんで、まあこれもそこそこいい値段するんですが、モンハンコラボでレザー商品でこのお値段だったら、まあ全然適正価格というか、むしろ若干お買い得なんじゃないかなと私は思います。いや、これはいいな。待って待って、ここも入るわどんだけ入るんだよこれ。さっきのね、折りたたみも結構収納もたくさん
あるなと思ったんですけど、こっちはね本当に日じゃないぐらい多いので、カードとかいろいろ持ち歩きたい人とか、長財布が欲しい人はこっち、お尻のポッケとかに入れたい人はこっちの方がいいかもしれない。続きましてこちらで、はこれはこれはなんだ、まがいまが殿、長財布来た、長財布、あすごいすごいすごい、さっきと全然形が違う。私が一番好きなタイプの長財布だ、ラウンドジップタイプ。そうこれめっちゃ入るし、ちゃんと締めれるんで絶対落ちないんですよね。なんで私こういうタイプめっちゃ好きなの。今はちょっとほんとコンパクトなやつ使ってるんですけど、前はねこういうタイプずっと使ってた。これもたくさん入る、ちょっと待って、見て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 、見えないとこのおしゃれあった、これ見えます、こんなところにまがいまがどがいるんですよ。いや見えないとこのおしゃれですね。これでだってまがいまがどって分かんないもんね、普通はね。この商品を知ってるハンターの人以外からはもう普通の財布でも、開けてチラッと見ればそこにまがいまがどがいると、いやいいわこれ、大人用のモンハングッズだわ。カードの収納枚数も多い、ここに、まあ、お札入れるとしてもまずここでしょ、でここにカードを入れるのがたくさんあり、でこっち側もちゃんとここが空いてて、ここもスペースあって、でここもカードを入れるところがあります。普通なんかここら辺までじゃないですか、小銭入れて開くの、でもちゃんと下まで開いてパカッと開けます。これはたくさん入るね、やばいな、私使うと絶対パンパンになるやつだ。で、で、で、最後、最後はい、開けちゃいますよ。なんかね、一応ね、女性向きのカバンみたいなのも2つあるんですよ。これもね、めっちゃ可愛いんですよ。もうすごい可愛いんですけど、ちょっとまあ、私には合わないかなと思って、そっちじゃなくて、これ欲しいな、シックだなって思ってたんですよね。こちらはまがいまがどモデルの限定コラボブレインです。いやー、レザーバッグだ。大と小があるんですけど、これは大の方です。いやー、これはもう高級感がすごいね。細かく見ていきます。あ、匂いがいい、新品の革のレザーの匂いがする。いやー、ちょっとまず正面から見ていこうかな。これなんだ、あ、これはパスケースかな、スイカとかそういうのが入れられそう。スイカの定期とか入れて、こうバーって入れて、ここ、こうやってバーン、バーンつって、ピッつって。移動できますね。で、これが、ででーん。あ、うん。なんかね、ここら辺まで、ここら辺まで。これは、こんな感じなんですけど、ここら辺まであるんで、多分ね、ここにちょっと、パッと取り出したい薄いものとかを入れておくと結構便利かも。例えばティッシュとかハンカチーフとか入れておくとすごい便利そう。ここはここ、あ、ここ結構深い、ここ、これこのさっきのパスケースが入ってるとこなんですけど、これがね結構深くてですね、うん、スマホとか入れると便利かも。ここにポーイってスマホ入れて、でそのまま肩に背負って行くと、もう取り出しもしやすいし、まあ、こんだけ深いとね落ちないね、スマホもね。じゃあ裏は、裏、あ、なるほどね、ここはこうちゃんと開閉式のやつでパチッパチッとなります。ここも入るね、どうしよう、これ何入れる、まあ、ここにスマホでしょ、でここにティッシュとハンカチ入れるでしょ、でこれ何入れよう、あ、これスイッチ入れればいいんじゃない、ここにこうやってスイッチをねパコンと入れちゃえば、まあ、自分がクッションになるわけですから、まあ、できればもちろんカバーみたいな入れた方がいいと思うけど、こうやってスイッチとかスイッチライト入れて持ち歩けるね。じゃあ中見ていきましょうか。いや、大きいからカメラ入るかな、これ、はっ、でーん、こんな感じです。おっ、見て見て見て、ちゃんといますよ、ここにもまがいまがどさん。そしてこれわかるかな、ちゃんとね、ほら
ビジネスバッグありがちなペンを刺すところがあるんですよね。さらにペン以外も入れれるところもあって、で、こっちのこの曲がり曲がるのアイコンがついてるところにも、これも一応ポケットになってます。こっちはきっちりついてて、こっちはちょっと幅がある感じ。これ何入れたらいいんだろうな。ここなんですけど、これ見てください、ほら。ノートパソコン入っちゃいますね。ここに多分ノートパソコン入れて、で、ここでパチンと止めます。いや、これ出張持っていけちゃうやつだ。で、ここにノートパソコン入れたとしても、まあ、こんだけ容量があるから、着替えとか化粧水とか全然入れられちゃう。別にここノートパソコン入れなくても、資料とかも入れられますもんね。いや、これは本当に大容量。これ本当嬉しい。これは普段使えます。このバッグは大なので、もう容量がすごい入るんですよね。まあ、なんですけど、めちゃめちゃ大きいってほどではないので、まあ、全然普段使いしていただける範囲の大きさではあります。スイッチと比べるとこのぐらいのサイズ。一応これのショーもあるみたいですね。例えば、資料とかたくさん入れて持っていかなきゃいけないとか、毎回ノートパソコンを持ち歩かなきゃいけないとかいう方とかには、すごい合ってる大きさだと思います。最近はちょっとご時世的に行けないんですけど、もともと一泊二日とかで各地飛び回るタイプの人なんで、まあ、そういう時にはやっぱこういうバッグを持ってきたいんですよね。そうなるとやっぱこのぐらいの容量は欲しいんですよね。なのでこれは普段使いします。で、あとこれ。これはね、本当にいいなって思うとこがあって、本当鍵を入れるもんなんですけど、私普段ね、外に出るとき、お財布持っていかないんですよ。だいたい全部スイカで決済できちゃうから、スマホと鍵だけ持っていくんです。そうなると、何が困ることがあるかっていうと、自動販売機がスイカ対応してないと水飲めないんです。なので、喉乾いた、あ、自販機だ、お金持ってないみたいなこと結構あったんですけど、ここにね、小銭を入れるところがあるので、まあ、これのおかげで、今後は私、水不足に悩むことなく生きていけそうです。撮影終わったら速攻で鍵付け替えます。で、財布3点ですけど、まあこれほんと好みですよね。折りたたみが、2つ折りが好きだったら2つ折りにしたらいいし、すっきりした長財布が良ければ、こちらにしたらいいですし、あとはまあラウンドジップが良ければ、マカイマカとか、いう感じだと思います。ちなみにね、これね、ディアブロス、アッシュモデルなんですけど、ディアブロスモデルっていうのもあって、まあ、本当に普通の本革の色そのままのモデルもあるので、これはちょっとなーみたいな方はそっちでもいいかもですね。ということで今回はキングスさんのモンハンコラボレザーグッズ開封しました。最後までご視聴誠にありがとうございます。モンハングッズ動画もたくさん上げてますので、ご興味あればぜひそちらも見てください。よかったよって方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。今後も見てくださる方はチャンネル登録もお願いします。またねー。いや、ほんと触り心地好き。